AMI レディで受賞。アイドルグループ、日向坂46が22日、横浜市の K アリーナ横浜にて開催された MTV ブマージに登場した。MTV ブマージは、全米最大規模の音楽授賞式、MTV ビデオミュージックアワーズの日本版として、2002年から開催されている授賞式とライブを融合した音楽アワード。今年で22回目の開催を迎える。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表するミュージックビデオの祭典として、毎年賞の行方が注目されている。対象期間内、22年10月1日から23年9月30日に発表された作品から、各部門の最優秀作品と特別賞と、ビデオオブザイヤーを発表する。日向坂46は AMI レディでベストシネマトグラフィーを受賞。この曲は7月26日に発売された10枚目シングルで、3期生の植村ひなのが表題曲初のセンターを務めた。ミュージックビデオでは、恋する女の子の脳内の賑やかさを体現しており、脳内の世界に自ら飛び込み、自分らしさを見つけに行く。ウサギの耳をイメージしたサビのダンスや、メイクをする仕草をモチーフにした振り付けもポイントとなっている。センターを務めた植村は、海外からもスタッフの方が来てくださって、たくさんの方のお力添えがあってこその作品です。素敵な作品を届けていけるように、日向坂一同頑張っていきます、と誓った。パフォーマンスタイムでは、AMI レディを披露。ゆるふわツインテール姿で登場したセンターの植村をはじめとしたメンバーによるうさぎポーズの入った可愛い振り付けで、観客をメロメロにした。続けて、君はゼロから1になれ、をパフォーマンス。力強さを感じるメロディーと、センターを務めるグループのキャプテン、佐々木久美の優しくかつ凛とした表情がマッチした楽曲だ。そんな佐々木による最後の C のポーズにファンからは思わず、ふーという歓声が上がった。